ちは、山本真希です。皆さん、気を張っていることが続くと気づいたら背中が重たくだるくなっていませんか？そこで今日はゆっくりお家でできるペアマッサージをお伝えしたいと思います。親子で、ご夫婦で、お孫さんにもできますので、ぜひ一緒にやっていきましょう。では始めていきます。はい、ではこのように横になっていただいて始めていきます。腰の方から背中の方に向かって両手でゆっくりさすっていきます。この時は手のひらをペターっとくっつけて、手のひら全体でさすっていくように、腰から肩の方に向かってさすっていってあげてください。はい、それでは次、背骨の向こう側ですね、向こう側に自分の手のひらと手のひらを重ねておきます。そしてゆっくりとさすっていきます。これも肩から少しずつ腰の方に向かってゆっくり緩めていきます。少しずらして、手のひら全体で優しく緩めていきましょう。手のひら全体を使っていきます。腰まで来たら、では次に同じく背骨の向こう側に自分の親指の腹を当てます。下にぐーっと押したら、向こう側にスーッと抜くようなイメージでやっていきましょう。ぐーっと自分の体重を乗せていって、スーッと向こうに抜く感じ。もう一度ぐーっと体重を乗せたら、ゆっくり向こう側に抜いていきます。ぐーっと体重を入れて向こう側に離す。少しずらして、ぐーっと体重を乗せたら向こう側に離していきましょう。ずらして、ぐーっと体重を乗せたら向こう側に離していきます。ずらして、ぐーっと体重を乗せたらゆっくり向こう側に離していきます。最後、腰のあたりもぐーっとしたら向こう側へ離す。もう一度やりましょう。上からぐーっとしていって、ゆっくり離していきます。ずらして、ぐーっとしたらそーっと向こうへ離していく。ぐーっとして、向こう側へ離していきましょう。ぐー押したらゆっくり離していきます。ぐーっと下へ押して、ゆっくり向こうへ離す。じわじわじわーと下へ押したら、ゆっくり向こうへ離す。最後、腰のあたりもバーッと押していって、ゆっくり向こうへ離しましょう。はい、それでは次、
して斜めにぐーっと引いていきます。少し揺らして、首は少し圧を緩めて優しくさすっていくようにしましょう。もう一度ぐーっと斜めに引っ張っていきます。少しずらして、を腰に当てます。背骨の両脇に当てますね。で、自分の手のひらと特にこの手根のあたりを真下にじわーっとしていって、ゆっくり離します。少し上にずらして、じわーゆっくり離す。少しずらして、じわーっと真下に体重を乗せるようなイメージで、ゆっくり上げてくる。ずらします。じわーっと体重を乗せて、ゆっくり離す。ずらして、じわーっと体重を乗せて、ゆっくり離します。もう一度、じわゆっくり離す。そしたら最後は両手でまた腰から肩に向かってゆっくりとさすってあげていきましょう。このペアのマッサージ、ボディタッチになるんですけれども、出会うことでね、幸せホルモン、オキシトシンというホルモンがたくさん分泌されるので、心を落ち着かせる作用もあります。はい、いかがでしたか？背中の筋肉が緩むと自律神経の働きも活発になりますので、ぜひお家でやってみてください。今日の動画が良かったなという方、高評価ボタンとチャンネル登録もお願いいたします。ではまた、バイバイ。